マリアーノ・ディアス・メヒアは、スペイン・カタルーニャ州、バダロナ出身のサッカー選手、レアル・マドリード所属、ドミニカ共和国代表、ポジションはフォワード。スペイン人の父親とドミニカ人の母親のもとに生まれ、地元・カタルーニャ州の RCD ・ s パニョールの下部組織からキャリアをスタート。複数の地元クラブを経て、2011年に、レアル・マドリードのフベニール A に加入した。 2014年からは、レアル・マドリード・カスティージャでプレーし、2015から16シーズンは、セグンダ・ディビシオン B で、通算27ゴールを記録する活躍を見せた。2015から16シーズンの途中まで指導した、ジネディーヌ・ジュダン監督からも高い評価を得て、2016年6月までとなっていた契約を2021年まで延長した。 2016年のプレシーズン遠征では、カスティージャ時代の恩師であるジダンが率いるトップチームに招集され、7月30日に行われたインターナショナルチャンピオンズカップ2016のチェルシー FC 戦に出場し、トップチームデビューを果たすとともに初得点を挙げた。2017年6月30日、リーグアンのオリンピック利用に5年契約で移籍した。 リーグ開幕戦の RC、ストラスブール戦では2ゴールを決め、チームの勝利に貢献した。2018年8月29日、レアルマドリードに5年契約で復帰することが発表され、背番号は退団したクリスティアーノ・ロナウドや、ラウル・ゴンサレスらが背負っていた伝統の7番に決定した。9月19日、欧州 CL 第一節の AS、ローマ戦で途中出場を果たすと、 CL 初得点を決めて勝利に貢献した。2019から20シーズンからはプレシーズンに加入したエデン・アザールの背番号が7番に正式決定したことを受け、背番号を24番に変更した。このシーズンは構想外となり、ラ・リーガでは2019年10月19日のマヨルカ戦に唯一ベンチ入りしたのみで出場はなかった。唯一の公式戦の出場は、 カリム・ベンゼマの負傷により召集され、サウジアラビアで行われた、2020年1月8日のスーペル・コパ・デ・スパーニャ、バレンシア CF 戦でのルカ・ヨビッチとの交代で出場した後半の数分間のみだった。しかし、2020年3月1日の FC、バルセロナとのエル・クラシコでサプライズ召集されると、終了間際に途中出場し、わずか50秒後に、 チーム2点目となるゴールを挙げ、伝統の一戦の勝利に大きく貢献。交代から50秒での得点は21世紀のエルクラシコにおける交代選手の最速ゴール記録となった。母親の祖国であるドミニカ共和国代表を選択し、2013年に行われた配置代表との親善試合で代表デビュー。デビュー戦でゴールを挙げている。しかし、 本人はスペイン代表入りを望んでおり、ここ数年は召集に応じていない。ありがとうございます。